お願いします。よろしくお願いします。それではまず最初に作品のあらすじを教えてください。はい、ふざけるんじゃねえよっていう作品なんですけど、在日朝鮮人3世の、韓国籍の元プロボクサーのキムというのが、主人公で、その男が、日本人女性のさくら、家では、DV を受けていて、外では主婦売春をしているという女なんですけど、それと、愛し合うという、メロドラマなんですけれども、その中に在日朝鮮人4世で、特に日本国籍を取得していて、民族学校に通ったことない少年のウィキという男やという少年や、その兄貴分の竹内という起業者邸なんですけれども、その男で日本人の起業者邸であったり、あとキムのお父さん、在日2世の、オーケストラ指揮者という、さまざまなこう立場であったり、世代というものの思いやギャップというのが、絡まり合っていって、その男女っていうのはこう2人で立場が決定的に違うというふうに分かりつつも、どうにか有機的な合体というものを、求めていく、そういう作品です。ありがとうございます。この作品を作るきっかけは何でしたか？作ったきっかけは、はい、私が昔在籍していた大学時代にそのキム、主人公のキムってやつと出会ったんですね。映画サークルの先輩だったんですけど、はい、彼は映画とサッカーがすごく好き で映画サークルの中で僕はそんな話すことなかったんですけど、一緒にサッカーをしていて、彼はもともと西ドイツでプレーを最初始めて、でその後東京ガスのユースでトップしてやってたんで、非常にうまいんですよね。僕はフォワードで入ってて、そいつのプレースタイルっていうのがすごく不思議で、もうパス&ゴーしない、パス出したらもうそのまんまっていう、そういうプレースタイルで、日本人っぽくもないし韓国っぽくもない、ガツガツしてない、日本人のそのコレクティブなサッカーでもないし、ドイツの中の勤勉さとかそういうものもないっていうので、やっぱボール蹴ると人となりって見えてきちゃうんで、なんかこいつ面白いな、なんか浮いたやつだな、ある種のそのコスモポニポリタリズムというような、そういうようなこともこう感じて、こいつは在日なわけだしということで、すごくね興味を惹かれたんですよね。で、サッカーをこうしてやって、で、じゃあこいつでちょっと撮ってみようかな、在日って何なんだろうということで、こいつと関わるようになって、で、もともとキムっていうのは、日本で生まれて、ドイツでちょっと育ってますけど、日本人というふうに信じているところもないわけじゃない、で、朝鮮人なんだけどっていうところで、その日本における朝鮮人というのがポロッと出たり、で、朝鮮人としての日本でポロッと出たり、それはその例えば日本でお母さんのことをオムニっていうとか、味噌汁に納豆を入れて食ってるとか、そういうなんかこう言語化されうるものじゃなくて、ある種もう本当なんとなくっていうレベルのものなんですけど、そういうのをこうキムの家とかに行ってポロポロっと見たりして、こいつで撮りたいな、演技とかはね、全く土下座なんですけど、こう非常にシネジェニックな映りをするし、こいつやりたい、サッカー好きだしっていう、そういう感じですね。それがきっかけです。はい、ありがとうございます。では映画を見るにあたり注目してほしいところはありますか？注目してほしいところは、なんか骨と骨がぶつかり合うような、激しいセックスと、あと家庭っていう非常にミニマム環境の中で行われる、日常的に行われる、ドメスティックバイオレンスであったり、あとは、その在日4世の少年のウィキの成長を、どう変化していくのか、彼がということと、あと散りばめられたサッカーネタですね。ありがとうございます。では東京学生映画祭に出場が決まりましたが、今のお気持ちはいかがですか？今のお気持ちはね、
うん、嬉しいですね。はい、まあ、あの僕はほとんど何もやってないんで、あの監督っていうのは現場で、まあ、本書いて芝居つけるだけなんで、あの本当にスタッフのとはいう、まあ、特にスタッフは、まあ、佐々木達彦っていう男が、ね、非常に頑張ってくれたんで、まあ、そいつに感謝してますね。ありがとうございます。それでは最後に観客の皆さんに一言お願いします。はい、まあ、ふざけるんじゃねえよっていうのは、まあ、ちょっと在日もので、まあ、構えてしまうかもしれないんですけども、全くそんなことはなくて、かつての、日本映画というのをあのポップに観光図合体するような作品なので、まあ、ぜひ楽しんで見ていただければと思います。以上ですね。ありがとうございました。